2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段よりお安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも亮平です。よろしくお願いいたします。この日は撮影の合間に気分転換を兼ねて外野ノックを行いました。普段見ない外野守備ご覧ください。ちなみにノッカー良平使ってるバットはメタルです。はい、振り負けてますね。これは横の打球なんでね、ちょっと回り込みながら、ホームに投げやすいように打球に対して入っています。はい、これもね、取るところまでは素早く行って、取るところはしっかりボール見て丁寧に。はい、そしてこれメタルがね、重くてなかなか触れてないんですよね。めっちゃ重くないですか？マジで重てです。はい、これね、憶測ミスで翔平さん後逸してます。やっぱりね、伸びるんでしょうね。今みたいなライナー性の打球、ちょっと外野脅威ですね。はい、これもバックホームを意識して送球体勢をね、しっかり整えながらの捕球となっています。日本ハムのね、選手たちもね、外野、新庄監督が就任したときに外野フライね、バックホームの体勢で取ってやってましたね。さあ、亮平さんが外野ノックをします。見たことないでしょう。ということでね、亮平メタルの重さに耐えきれずノッカー交代となります。ここでね、亮平が守備に入っています。マジで本当に外野やらないんでね、動き本当にわからないです。うまい。外野は外。外野は横で取るんですね。全く知らなかったですね。まあ確かにね、今の打球も正面で入ろうとすると体勢低くならなくて取りづらかったですね。そして持ち主のね、翔平さんですらメタルでのノックには苦戦しているようです。はい、眩しくて打球見失っています。これプラスね、多分めちゃくちゃドライブかかってたんですよね。はい、そしてこれもう全く見えてない。はい、この高さね、日中だとめちゃくちゃ驚異的ですよね。やっぱメタル捉えるとかなり伸びてきますね。今のボールもめっちゃ伸びました。そしてここで内野ノックに変更しました。バットもノックバットにしています。やっぱこれが一番落ち着きますね。はい、そしてこれね、しっかりと見ているかどうかは微妙ですが、グローブ下から上で取れています。あ、惜しい。グラブ取って、グラブ取って。 あ、ごめん、危ない。おー、よく打ちつきました。ナイスキャッチ。ただなんでね、これ左で投げたんでしょうね。怖っ。なんか外野ロックの感覚で軽く打ってるんだけど。はい、これはね、しっかりと最後までボールにて取っています。はい、これもバウンド変わってもしっかりと体で止めています。最悪ね、後ろに反らさずにね、目の前にトンと落とせばね、長打にはならないですからね。あー、これむずい。正面ってちゃむずいよ。わかります。正面のイレギュラーバウンドが一番難しいです。
ここでどうやって半身にするかですよね。はい、そしてこれ逆シングルで取りに行くと思いきや、これはグラブトスということで、はい、ということで今回はここまでとなります。普段やらないね、外野ノックやることができてよかったです。やっぱり、ね、難しかったので外野の大変さも改めて実感することができました。最後は左で打ってエラーで終了。チャンネル登録よろしくお願いします。走走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